ッセージですね、今教えさせていただいている方からちょっといただきましたので、ちょっと動画を撮っていきたいと思います。まあテーマにしてですね、動画を撮っていきたいと思います。やはりゆっこさんの圧倒的な強みとして継続力があるなと改めて感じました。ブログとか YouTube、なぜそんなに続けられたんですか。コンサルもですが、やはり楽しみながらや一つでも積み重ねるマインドですか。すぐにポキポキ折れそうになる自分からしたら、マジで尊敬ですと、ありがとうございます。いや、めちゃくちゃ嬉しいですね。まあ、この辺はですね、ちょっとなぜこういう考えなのかっていうのをですね、まあアドリブで喋っておこうと思うんですけど、まあ、特に台本とかないので、まあ、フリートークって感じですね。ラジオみたいな感じで喋っておこうと思うんですけども、まあ、まずですね、そもそも大前提として僕会社に行ってないんですよ。人に雇われてないんですよ現在。っていうことはやらないと生きていけないわけなんですよ。稼がないと自分で頼る人誰もいないんですよ。会社もいないし、福利厚生もないし、まあ、退職金があるとかないじゃないですか。なのでもうやるしか今ないんですよ。でいつもうこのやるのも確かに楽しいことは楽しいんですけど、辛い時も辛いじゃないですか。もう一日中パソコンしたりとかする時もあるし、ずっと座ってたらケツが痛くなったりとか、なんかもう頭がぼーっとするとかっていう日もあるんですけど、そもそもやらないと生きていけないっていうのはやっぱり大前提あると思うんですよね。であとは確かにやらなくてもある程度の資金とか資産とかっていうのは、まあ、確かに一般的よりもあるかもしれないんですけど、それは外的要因でなくなっちゃう可能性ってあるんですよ。例えば今株とかにも何千万円って入れてますけど、それがもしかしたらなんか全部何かの不具合で取られてしまったとか、アカウントがなんかバンされたとか、なんかしら楽天証券なんですけどあるかもしれないじゃないですか。例えばなんかもう会社が潰れて紙切れになったとか、株がそういった外的要因がまずあるのと、であとは確かにeBay の資産とかもたくさんあるんですけど、例えば火事になってしまって物が全部なくなっちゃうとか、これもなきにしもあらずだと思うんですよ。で YouTube とかもありますけど、もしかしたら YouTube がバンされたとか、そうするとまだゼロからのスタートですよね。っていうことは外的要因が多すぎるんですよ、この世の中っていうのは。生きていく上でフリーランスみたいな感じで仕事をしていく上で外的要因が多すぎるんですよ。自分でもどうにもならないことっていうのは多すぎるんですよ。対処できないことっていうのが。っていうことはそれを加味した上でやっぱり自分自身が圧倒的に継続していくとか、毎日仕事をして勉強してインプットして、それをアウトプットしていくっていうのをやらないと、絶対にどこかしらでつまずいちゃうんですよ。今のこの世界それぐらい厳しいので、それをつまずかないためにただ継続をしてやってるだけなので、確かに楽しみながらやるのも大事ですし、一つ一つ積み重ねていくっていうのもすごい大事なんですけども、なんかそれ以上に自分だとどうにでもできないことが今後もしかしたら降りかかってくる可能性があるので、そのためにしっかりと今のうちから対策をするっていうことも大事かなと思うんですよ。その対策をするために毎日積み重ねていく。でもそれがつまんなかったらやらないんですよ、人間っていうのは。つまんなかったらもうやりたくないってなると手が止まっちゃうんですよ。手が止まっちゃうと積み重ならないんですよ、何も。だからこそそこの作業に対して覚える喜びとか、チャレンジする喜びとか、そういったことをやっぱり感情的に入れていかないと今度手が止まっちゃうので、何も今度積み重ならなくなっていくんですよ。だからそこに対して、まあ、感情的にも楽しみながらやっていきましょうっていうのはやっぱ一つありますね。要は楽しくないと絶対に続かないので、そういうのはそうですね。ですぐにポキポキ折れそうになる自分からしたらマジで尊敬ですってことなんですけども、まあ、そうは言っても僕が教えさせてもらっても半年以上経つじゃないですか。それでしっかりとほぼ eBay なんですけど、 eBay の出品数すごいたくさんやったりとか、毎日売れるようになってきたりとか、あとはブログも始めてみようとかっていうやってるので、普通の人よりも全然すごいことをやってると思いますよ。毎日積み重ねていって、なのでなんかもう逆じゃないのかなと思って、今ポキポキ折れそうな自分からっておっしゃってるんですけども、そんなことは一切なくって、
誰よりもできる人間にもなってますね、僕から見るとか。それはなんでそれができるようになったかっていうと、この方法だったら成功体験とか、やればやるほど確かに可能性とか確率上がるんだなって人は思うと、そもそもやる気が出るんですよ。で、そこに楽しみも増えていくと、それが積み重なっていくとどんどん楽になっていくんですよ。だから、そのゾーンですね、その状態にも入れてるので、あとはですね、新しいマネタイズ方法にそれが再現性があって、ちょっとでも楽しかったら絶対に成功できる人なんですよ。成功させることができる人なんですよ。そうにはなるので、僕はどっちかっていうと、なんか不安がりなだけなんじゃないですかね。不安だからやらないと、誰にも頼れないし、要は Google とかにもお金もらってるじゃないですか、 YouTube とか、AdSense とか。それもいつなくなっちゃうかもわかんないですし、今の YouTube だってなくなっちゃえば、3000人の影響力のチャンネルがなくなっちゃえば、それだけまた無名の人間になっちゃうわけですよね。これもあると思いますし、物販だったらまたコロナみたいなことが起こって、なんか商品届かないとかで、今は出あの出品発送か発送金額が高騰したりとかっていうのもあると思いますし、やっぱりそういった外的要因、自分ではどうしようもできないことがあるからこそ、継続してもやり続けるしかないんですよね。そう、やり続けるために楽しみ、感情的な楽しみも入れてあげて、で、その感情的な楽しみを入れることによって、1週間後、半年後、1年後、5年後、10年後、どん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 自分の人生が楽になっていくっていうサイクルに自分を入れてあげることができれば、自分の人生はどん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 楽になって、で、しかも知識や経験、いろんなことができるようになる。その、お金ではなくて目で見えない部分の、無形のところにも自分の成長っていうのが垣間わる。まず自分の成長っていうのが見れるので、今難しい言葉言おうと思ったら全然言えなかったんですけど、そう。だから自分がやることによって、お金とかより、目に見える価値よりも目に見えない価値っていうのも積み重なっていくんですよ。これが結局何か外的要因、自分ではどうしようもできない時に、目に見えない自分の力が増えていれば、その時に対処できるっていうことがすごい大事になるんですよ。例えば会社に行ってる人が副業をしっかり始めて、3年間めちゃめちゃ頑張りましたと。でもその会社がなんか不祥事を起こして、なんか今のビッグモーターみたいな感じで、なんかもう潰れかけるっていうか、なんか不正になっちゃいますよと。で、その時に、じゃあもう辞めます、こんな会社みたいな。じゃあその時に3年間自分はやっていたバックグラウンドがあるじゃないですか。自分が副業で頑張ったその3年間が。じゃあ会社が辞めた時に、その頑張った3年間、過去の自分が、その3年間頑張った過去の自分が、その時の困ってる自分を助けてくれるんですよ。そう。だからやり続けた方が得ですし、楽しみながらやった方が得だし、継続した方が得、ただそれだけなんですよ。不安だからこそ、何が起こるか分からない時代だからこそ、やっていくことに価値があるっていう、僕はそう考えているんですね。あとはブログとか YouTube とか、ブログはそんなに全く続けてないんですけど、YouTube に関しては、なんか毎日、パソコンカタカタ打って、っていうことにすると、喋る機会がなくなるじゃないですか。で、そこに対して自分が今思っていること、頭の中にあることを整理する要領であったりとか、あとは普通に喋りが上手くなるとかっていうこと、要は目に見えない資産、価値、経験とかも積み重なっていくので、どっちにしろやった方が得だなと思ったからやってるだけなんですよね。そう、結局やらなかったらゼロのまんまじゃないですか。でも今から YouTube 始めます、週に3本出しますって言ってる人がいたら、月に12本増えていくわけじゃないですか。年間100本増えるんですよ。じゃあ1年経ったら100本の YouTube のメディアのオーナーになれてるんですよ、その人は。じゃあやってる人とやらなかった人、どっちが得ですか、どっちが未来楽になりますかって問いたとさらされた時に、やっぱり行動した人、継続した人っていうのが楽になっていくっていうのはその通りだと思うんですよね。だからブログも書き続けましたと、物販も出品しまくりましたと、YouTube も動画撮りましたとか、
のラジオを出しましたとか、何でもいいと思うんですよ、それって。だ結局過去の自分が助けてくれるんですよ、未来何か自分が困った時に。だまあいい言葉ですよね、今考えたんですけど。要は未来の自分を助けるために今頑張りましょうと、今この時を、このリアルの時を今頑張りましょうということじゃないですか。結局人っていうのは年を取っちゃうとですね、どん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 動けなくなっちゃうので、だからその時の自分を助けるために今頑張りましょうということもあるのかなっていうのは僕は思いますね。そういった人生的に考えてもっていうのはあるかなと思いますね。でも僕からしたら、なんかこういう文章をですね、人に相談できる、やって人に言えるっていうのは、それだけでもすごい価値があることだと思うので、すごいことだと思うので、やっぱりそれで自分が成長できれば得じゃないですか。だから結局得なんですよ、人に絡むっていうことは。どん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 得な行動をしていきましょうということですかね。なんかいいフレーズ1個でもあればですね、ぜひ参考にしてみてください。じゃあ失礼いたします。